レザーフォーダーくんです。レザーフォーダーなくんです。なんでだ、すぐつねる。はい、挨拶して。チーダーです。すまんな。今回はですね、演技力勝負。プーさん、なんでなんでか分かんないっす。なんで俺だけ拍手してんだよ。やったー。今回どういったことをしていくのかと言いますと、ママが命題を出します。例えばかき氷を食べた時に頭が痛くなる光景をやってくださいと。実際食べてないから想像でね。あ、じゃああつきさんやりたいということで、もし宝くじが当たったらどんな反応をするのでしょうか。見ていきましょう。一番は誰ですか。じゃああつきさんで。では一旦どきましょう。お、宝くじじゃん。やった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 、イエーイ。嬉しい、とても嬉しいよ。帰ったらみんなに見せよう。イエス。おー、宝くじ。これでちゃんとゲッチ。まず声小さい。ちょっとお手本っていうのを見せて。はきはき喋ろうぜ。お手本っていうのを見せて。カメラ見んな、お前。お前俳優カメラ見てる時あるか、お前ドラマで。厳しい。そりゃそうだろう。俺の一言を頑張りたいと思います。3、2、1、クエスチョン。まあね、絶対当たってないと思うけど、まあね、ちょっと気分で変わってきたけど。何使うかな、何使うかな、何使うのでしょうか。3億円当たった。いいよ。カー、俺は正直思うのは、絶対本当に3億当たったらこんな薄い反応じゃない。10万とかだったらまだね、わかるよ。でも3億って言ってるから、じゃあ3億円当たったなりのその気持ちがあるわけだ。はしゃぎっぷりが足りないですね。以上です。俺の分まで頑張ってくれるの。やーい、エクション。宝くじ当たんないの。かわいい。かわいい。ちょっとよだれが垂れたのがクッソ汚かった。ね。じゃあ、行く行ってみましょう。ファイッション。いやー、今日宝くじなんだよな。結構買ったからな。これ。これ。よし。やべえ、やばいやばいやばい、待って、現実が受け入れられない。ちょっと待って、これ大丈夫だよね。去年のとかじゃないよね。先月のとかじゃないよね。やばやばい、ママママママ、やべえ、マジで3億当たってる。いや、見て見て、マジ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 、俺見て見て、やばくない。やべえ、3億だって。マジか、こんなことあんだよ人生で。うわー、やーば。カット。まいちゃんいない、いるけどいないのに、見てって言ったのはすごい上手いなとは思った。まあ俺の年ならって考えたんだけど、やっぱさ、本当に驚いた時ってうわーとはならないんだよね。嘘でしょってなるのが本当に驚いた時だと思うの。だから俺はちょっとそれを再現したくて、でもママに伝える興奮は伝えたかったから、ね、ママママってそこでの歓喜をつけたりしたりしました。まあね、ひとのりで毛穴つるり肌っていうね、
まあママが頼んだであろうやつですね。はい。動画見てくれてありがとう。ありがとう。インスタもやっているのでそちらもよろしくね。チャンネル登録よろしくね。